有機合戦は、影響12年に、関東地方で起こった室町幕府と有機白関東の諸豪族との間の戦いである。影響7年からの鎌倉久保、足利持氏と補佐役の関東官令、上杉則真の対立から影響10年に、影響の乱が発生、持氏は、敗れて自殺、鎌倉府は滅亡した。乱後に六大将軍、足利義則が実施を、 鎌倉公保として下校させようとすると、永響12年3月に持ち氏の残党や下唄の有城氏とも、持ちとも不死などが永響の乱で自殺した持ち氏の維持を擁立し、室町幕府に対して反乱を起こす。幕府方は総大将、上杉木良方や今川のり小笠原正康などの諸将や関東の国人などを討伐のために派遣して、永響12年7月29日、 氏友らの立てこもった、有気城を包囲した。柿津元年4月16日、有気氏友,友、餅友は敗北し、内地にし、城は落城した。餅ちの維持のうち、春を丸、安を丸は、吉典の命を受けた、長尾実刑によって、美濃で殺され、長年を丸は、京都に送られた。戦火は、鎌倉久保の支配下にあった欧州にも飛び火し、持ちの叔父でありながら、 影響の乱で幕府側に寝返った笹川久保、足利光忠が結城市を支持する諸将に打たれ、翌年には京都において有城合戦の縮小会の名目で招かれた将軍吉典、吉則が家臣の赤松光助に暗殺された。文安3年に関東諸将の要請で持ち氏の維持、茂氏の鎌倉期間が実現、鎌倉府が復活したが、茂氏は後に上杉氏と対立。 教徳の乱を起こした。有機合戦は、影響の乱の延長線上の出来事であるが、合戦の規模は、影響の乱よりも大きい。有機合戦を描いた、有機合戦家言葉も存在する。なお、特本、南宋里見八賢伝は、父親と一緒に、有機側で戦った、里見吉兼が、死を決意した父親と別れて落ち延びるところから始まる。ありがとうございます。